いろんな組織と結託してっていうのはお前 NHK を受信料払わなければ会社辞めさせるぞって言われただ, <laughs> だけど NHK の契約って相当強引だからね<ー>それからもう一つ僕これ須田さんに今日お聞きしたいんですが、はい、これで木で僕は変だと思ったのはね、ええ、NHK の退職者を NHK の子会社の11社に吸収してるんですよ でこれは NHK の公式ページに「<ー> NHK 退職者は NHK の関係会社子会社に<ー>、えー、行ってます」っていうから「天下りですね」あ。一のはい、でよくわからないんですが、えー、と我々の受信料っていうのは退職者の,あの後の就職まで世話しなきゃいけないんですかね。あ<ー>僕は NHK の受信料っていうのは NHK が放送に必要なものを、えーうん、経費を出してると思ってたんですけど。えー えっと退職者の子会社なんていうのがあるっていうのはどうなんですかねそれ僕の素人的な考えだと、うん、いやそれはね一般の会社はあってもいいけど館長、えー、で言えば館長、うん、を役人を退職した人のアマスり先に税金を出すようなもんだ、えー、今でもそれやってるかもしれないけどそれはちょっと表向きに言うようなことじゃないんじゃないかと思うんだけども、うん、今日はこれを須田さんにお聞きしようと思ってお願いいたしました。 はいあのー、そうですねですからシルバー層対策という名目のもとで、えー、要するに退職者、えー、それは定年退職あるいは中途で、ねうん、退職される方を含めてただその人たちにも生活があるから、うん、ただ今まで通りの給料は払わないけども一定程度の、ね、所得は確保しようという、ねえー、そういう名目で子会社に行ってで子会社は、えーね、自立してというのかな えー、まあいいですよ100%子会社であってもおかし,おかしないけど、うん、NHK とは全く無関係の仕事をやってね<ー>例えばなんかそこら辺で立ち食いそばやってこうやって家でも切ってりゃさ何も <laughs> 先生も文句言わないけども <laughs>、はいね、そのほとんどが NHK と関連の仕事をやってその対価を NHK からもらうことによって給料が支払える、うん、さらには再度の退職金ももらうもちろんそうです100%そうです。ね 割り切ないそれからもう一つはね、ええ、名古屋に NHK のビルってあるんですよ、はい、もうえらいそびえてんの、うん、その中にね僕これ聞いた話とかみんながそう言うからもうさそうだと思うけど、ええ、飲み屋があるらしいんですよ<う> NHK 職員だけを飲める<う>なんで僕それを知ったかっていうと街、ええ、で NHK の職員がいないんですよ、ええ <laughs> 飲み屋にいないななの、はい、変だと思って隣合わせ NHK の人っていっぱいいるのにんなんで飲み屋にいないんですかねってある時に聞いたら「えー、いや NHK はあの建物の中にもでっかいからで誰でも知ってるようなね、えー、テレビ塔の横にあるんですよ、えー、その中に飲み屋があるって言うんですよ、えー、あの飲み屋の費用っていうのは土地代とか,か建物代っていうのはあれ受信料 <laughs> 受信料以外の何物でもないでしょうね。あなるほど 国品名目じゃないですか、ね、僕思うんだけどね、えー、受信料を国民からもらうっていうのはこまあ、こじきっちゃうかそれっちゃいけないんだけど要するに普通だったらいい製品を売りますと、えーはいね、だから悪い製品になると落ちるだからラーメン屋さんでも何でも美味しいラーメンを出そうとしてる、えー、NHK はまずいラーメンでも何でも食えって言ってるわけだからそういう特権がもしどうしても欲しいんであれば、えー、やっぱり飲み屋を作ったりね、えー だから天下りのとこ作ってそこに受信料流すってのは僕なんとなくピンとこないんですけどどうですか一平さんでもあれじゃないですかそういう飲み屋で気分よく安く酔っ払ってもらって美味しいもの食べてもらっていい番組を作る <laughs>、はい、モチベーションになるだからあのお笑い番組が増えるんだそうなんだああなるほどでただ、ね、僕はそこまではセーフだと思うんだけども、えー、あのね飲み屋ねコンパニオンも呼ぶのよ あ、コンパニオンアウトじゃねえか、もしくはコンパニオンも受信料。受信料です。まあ、正しく使われてるってそうかな。僕らお姉ちゃんとか行くと高いけどね。俺たちおめえたいよね。l H. K. 見てさ、コンパニオン代金払ってるってさ。そうね。払ったっすよね。 私はお姉さんでいるところに行けてないですけどね。うん、ええー、まあ,あお姉さんとか行くお金ない。そこまでは銀山のそういうところは私はご縁がないです、うん。ここで小さい声で話すともうみんなに伝わらないもえー、えー、<laughs> 全部包むけですけどね。はい、行きましょう。番組はないと思いますよ。は職者え。えっとこちら。<う>はいえー、このニュースを見では移りましょうか。<laughs> 聖職者に愛国義務強まる宗教中国化コンパニオンの次聖職者だから違った感じ想像しちゃった文字が違うじゃないですかもう音だけですよ漢字はやっぱ意味を伝えてるよろしいですかジドットコムの記事を一部割愛してお伝えします中国で宗教聖職者に祖国への熱愛を義務付ける新たな規制が施行されました 規則は習近平政権が掲げる宗教の中国化の堅持を改めて要求共産党による宗教統制がさらに鮮明になりイスラム教徒の少数民族ウイグル民族や政府非公認のキリスト教会などへの迫害が一層強まりそうだとみられています1日に施行された宗教聖職